音武さんがほとんど取れなかった19,655票ということですがこれね5位ですね。音武さんちょっともう政治生命これで終わったような気がしますけどねそれどころか小池さんもう小池さん自体がもう終わっこれ今回ね小池さんが受けたダメージはかなりでかいと思いますね。 一瞬ね自民がざわついたんですよ音た氏を自民も推薦するとで自民と都民ファーストを一緒になって選挙戦戦って でそれれでまた小池さんが自民党に戻れるきだから小池さんからしたらだからそれこそをを借りて思いを乗っ取るつまり今回の選挙で小池さんと都民ファーストと自民が一緒になって戦って小池副党待望論みたいなものが出てきて次自民こんな話、し初の女性総理でしかもこの前も選挙勝ったしちょっと次小池さんあたりいいんじゃないのみたいな話になって総裁候補にもなった っちゃった日にはもう本当に軒先を借りておもを乗っ取るというだから自民からするとこれやばいぞと下手したら乗っ取られるぞっていう危機感があったわけですよねある意味小池さんからしたらチャンスだったわけですよ別に音武さんかどうかはともかく誰かピリッとねもうこの戦い制するような人をすっと連れてきてうわあ小池さんが応援してですね勝っちゃった日にはもう小池宣布第二の小池宣布が吹き荒れてですね小池待望論が自民で起きる そしたらもう次の自民党総裁は小池だとだって今までね派閥の問題政治と金の問題でもうダメダメダメクエスチョンマークがつく人をやたらいてですねその中で小池だったらいいんじゃないかここで自民党をよみがえらしてくれるんじゃないかそんなようなねところにはまる可能性だってあったわけですよねだから乙武さんの応援で1週間の中で6日間出てたって言うんですから。 これまでの選挙でここまでね選挙へばりついて応援した人っていないっていうんですよね自分の選挙以外にないっていうんですからだからもう小池さんからしたら勝負だったんですよねここはここで小池旋風引き起こしてもう小池にすがらないと自民党はダメだというねそういうところに持ってきたかったところが学歴詐称疑惑がうわーって湧いてきて乙武さんを応援したはいいんだけども全く不発ですよだって現職の都知事が 選挙にへばりついてくれたわけですからしかも自民党出てないんですからこんなね後ろ盾があってこれほど可能性のある選挙で乙武さんが5位だったっていうことはこれ乙武さん自身も政治生命終わったと多分思います多分次どこにどう出てももうちょっと無理でしょうね。だから乙武さんも終了 でこれ小池さんもちょっともうだってどうすんですかね次都知事選出るんでしょうか小選挙区で選挙やって自分が出たって同じ結果ですよちょっともう小池劇場がこれで終了した可能性もあります だから自民が勝った勝たないというよりも小池が政治的に死んだというのが多分一番でかいインパクトがあるんじゃないかなというふうに思いますけどもねなんか政治の世界って怖いですねものすごい大きなチャンスがあってそれを生かせるか生かせないかで天下を取りにいけるかそれでも完全に死にたいになるかそれは決まっちゃうわけですからちょっとねその一つの判断だって戦国時代そうですよね武将一人の判断を間違えたらもうそれで総打ち死にですから。 一つの判断ミスでもうね、天下を取れるか、その場で死ぬかが決まるわけですからね。なので、ちょっと惜しいとこで逃した人もいますし、小池さんも、あと一方で、ちょっと天下が見え始めたところで、一気にマイナスになったなという感じがいたします。というわけで、ちょっと選挙の既存政党が有利だということ、小池さんが終わったということ、まあ、そこら辺でしょうかね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね チャンネル登録もお願いします。え本家武田つねやすチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。